ウクライナの警察が今日から県内を訪れ、東日本大震災で被災した浪江町などを視察しました。浪江町の震災以降、宇気戸小学校を訪れたのはウクライナ国家警察の幹部10人です。県警の担当者が津波で多くの犠牲者が出た沿岸部の行方不明者の捜索などについて説明しました。ウクライナ国家警察の幹部はこのあと福島市に移動し、県警の科学捜査研究所で遺体の身元確認や DNA 鑑定などの講義を受けています。明日は県警本部で震災対応に当たった警察官と意見交換する予定です。